ダイヤモンドとグラファイトの写真とそれぞれの結晶構造。同素体とは同一元素の単体のうち、原子の配列や結合様式の関係が異なる物質同士の関係を言う。同素体は単体、すなわち互いに同じ元素から構成されるが、科学的、物理的性質が異なることを特徴とする。典型的な例としてよく取り上げられるものに、ダイヤモンドと黒煙がある。 炭素の同素体である両者は、高度以外にも、透明度や電気伝導性が大きく異なるが、これは、ダイヤモンドの分子の構造に大きな違いがあるためで、物性における分子構造の重要性を示す例となっている。多くの同素体は安定した分子として存在し、相転移しても、化学型は変化しないが、例外的にリンの同素体は、固体でのみ現れ、液体では、 すべて P4 の形をとる。同素体の概念は、1841年に、スウェーデンの科学者であるイエンス・ヤコブ・ベルセリウス、断尺によってギリシャ語のアルファ・ラムダ・ラムダ・タウロウ、フイから命名、提唱されたが、証明はされなかった。しかしその後、1860年に、アボガドラの仮説によって、多原子分子の存在が理解されるようになり、酸素の同素体である、オーニと、 王さんが広く認められるようになった。20世紀初頭になると炭素の同素体などは結晶構造の違いによるものであると広く認められるようになった。1912年、ビルヘルム・オストバルトは元素の同素体は化合物で知られている多型の特殊な例であり、アリトロプとアラトラッピーの用語が取り違えられている点に研究した。多くの科学者がこの主張を行ったが、 IUPAC や多くのテキストは元素のためだけのアリトロップとアラトラッピーの使用を支持している。一般的に可変な範囲数と酸化数を持ち、また連鎖しやすい元素ほど同素体を多く持つ傾向にある。同素体は一般にハロゲンと気ガス元素を除く非金属元素と半金属元素で顕著であるが、金属元素も多くの同素体を持つ。 酸素リン酸素窒素養成連酵素酵素には5種類の結晶性酵素及び2種類のアモルファス酵素の合わせて7種類の同素体が存在しており、通常は粉末状酵素もしくは β 非四面症酵素の形をとる。α、正方ベー β、正方お及び γ、射酵状は特殊な条件下でのみ形成される。ゲルマニウム系素ヒソアンチモン天然に存在する。 金属元素のうち、li,be,na,ca,sr,ti,mn,fe,co,y,zr,sn,la,che,purple,nd,sm,gd,tb,dy,ub,hf,tl,po,s,pascal,u の27種は同素体を持つ。シタンチタンは摂取882度で、 六方細密重点構造から耐震立方構造に転移する。鈴低音下でのベータ鈴からアルファ鈴への転移は鈴ペストとして知られている。鉄ンタノイドとアクチノイド。ありがとうございます。